大島半島大島半島の位置と東半島は北海道南西部にある半島。講義には石狩湾から湧仏平野にかけての石狩堤地帯より西の地域を言うこともあるが、一般にはスッツとオシャマンベを結ぶ黒松内定地以南の地域を指す。大島半島に寄ってきた西、南の三方を囲まれた湾は内浦湾。クリップ、大島半島周辺北海道西部から 内浦湾を抱き込むように南へと曲がった半島。南部は日本海に面する真崎半島と太平洋に面する亀田半島の2方向に分岐しており、津軽海峡を隔ててそれぞれ津軽半島、下北半島と向き合う。真崎半島と亀田半島に挟まれた場所に函館平野があり、この地域の中心都市である函館市がある。 お島半島西側の日本海に面した部分は檜山、振興局の管内で、津軽海峡、太平洋、噴火湾に面した地域は都東総合振興局の管内となっている。和人の定着が早かった地域であり、函館、正木、江差などを中心に豊富な歴史遺産を有する。江戸時代にはすでに稲作が行われ、明治期までは、 北海道で最も人口の集中する地域であった。火山が多く、日本の北限に位置するブナの原生林があることでも知られている。お島半島の南西端、西郡乙部町、北都市かみいそう境界に、白神三を頂点に突出した部分を、正木半島という。東は津軽海峡、西は日本海に面し、いずれもイカ、サケウニ、 マグロなどの沿岸漁業が営まれるほか、津軽海峡側は昆布、ホタテなどの栽培漁業が活発。大仙だ岳を主砲に、お島産地が内陸部を占めており、集落は海岸段球面に発達している。杉、ヒノキアスナロなどの木材資源が豊富で、アスサブ町は、ジャガイモ、シリウチ町は、ニラなど、農業生産も盛ん。かつては、ニシンの漁場で知られ、マサキ、 江差市、上野国付近は、北海道和人文化発祥の地として、道内で最初に開けた地域でもある。沿岸部は、正木矢や市道立自然公園に指定されており、風光明媚な海岸線が続く。大島半島の南東端、北都市、七江浜か矢部郡森町を境界に、江山岬を頂点に突出した部分を、亀田半島という。南は、津軽海峡、北は、内浦湾。 東は太平洋に面する。横津岳を手法に、江山や駒ヶ岳などといった活火山を要する。また湯の川温泉、水無し海浜温泉など温泉資源も豊富。内陸部の七江町は温暖な気候と、肥沃な土壌に恵まれ、果樹、野菜、牡蠣などの園芸農業が盛ん。半島沿岸は、マコン部の産地で名高く、他にも、タコやイカなど沿岸漁業が盛んである。 クリップ、大島半島周辺の市町村図半島にある自治体は以下の通り、注釈主店ありがとうございます。